はい、じゃあやっていきます。皆さんどうもこんにちは。あのさ、昨日さ、なんかなんだっけ、昨日なんか眠たいからちゃっちゃとやって終わろうみたいなことを言って、まあやってたんだけどね、あの一度きりチャレンジみたいな見たくので、今日はさめっちゃ頭が痛いんだよね。だからちょっと今日もね、さっさともう終わらせてしまいたいと思います。で、今回チャレンジいきます。で、まあ落ち込なしなんで、ちょっとねコンボ加算があるリーダーで行こうかなと思ったんだけど、やっぱタッチローね、ちょっと今回使おうかなと。そうね、サブにセイナいるけどさ、いやセイナいるならセイナリーダーで使えやと思うんだけど、やっぱさ、たまにはね、そうやっぱ炭治郎も使ってあげた方がいいんじゃないかなっていうね。なんで俺だけ使ってくれねえんだよみたいな、そういう不満あるだろうから。いやでもさ、炭治郎ね普通に強いと思うんだ俺。やっぱ確かに、まあ HP2 倍軽減 25% の軽減だと、やっぱ今の時代まあきついのかもしんないけどね。だってさ、火の4消しだけでいいんだよ、リーダースキルね、条件満たすのすごい使いやすいよね。だからそう、もうちょっとね、なんか攻撃倍率上がったり、まあ耐久力ね上げてくれたら、また炭治郎が使える日も来るんじゃないかと思うんですけどね。まあとりあえずやっていきましょう。そう、普通に強いはずなんだよ。でさ、なんかまあこれ一応初見なんだけど、あのもうツイッターとかでさ、ちょっとねいろいろ画像見てたらさ、なんかボスの画像らしきやつ、なんだボスの画像らしきやつってなんだそれ、なんかボスのキャラがねちょっと 見ちゃったんだよね俺。そうだから、まあ別、まあ別にいいんだけど、もう最近チャレ級とかチャレ中なんか傾向があるというかさ、なんで負けたいの俺。いやまあ俺が悪いんか。てか待って、回復全然ないんだけど、もう使うしかないか。じゃあちょっとね気を取り直していきましょう。そうで、さっきなんだっけ、まあネタバレというか、たださ、なんか最近のさ、なんかチャレ級とかチャレ中ってなんかさ傾向があるじゃん。なんか例えばチャレ中だったら最近あれじゃん、なんか過去のなんていうの、壊滅級ダンジョンのボスキャラをさ持ってきたりとか。これ多分ボスあれだろ、これボスあいつだろ、まああえて言わないけど、どうせ多分あいつだろうから。やべえ指短、普通にやろう。待って、4つ消しだけ、危ない。いや待って、マグニートを使った直後にそれきついな。なるほど、まあでも今んとこまだ普通だな。ただちょっとね、やっぱ炭治郎きついのが、変身前スキル持ってないからな。セイナがあと6でしょ、もうこれセイナいらねえんじゃねえかってね今になって思い始めたわ。わいいな、その回復精査ありがたいな。いやちょっと指が短いから、ちょっとそこだけ気をつけて。まあもう全然コンボ組めてないけど、まあしょうがないですから、ちょっと。今ここで倒すんだ。まあ今のところなんか普通にいけてんな。そう、チャレ級とかチャレ中ね、まあさっきチャレ中言ったけど、例えばチャレ級だったらさ、結構はい、修羅の限界のキャラをちょっとも、なんか、なんていうの、修羅の限界のキャラをちょっといじったようなやつらが出てきて、なんかね、傾向があるよね。そう、だからね、別にネタバレ食らったとしても、なんかそんなに、
ああなるほど、こういうのが出るんだなぐらいしかね、まあ思わないけど。やべ、繋がった。待って、これやばくない？大丈夫？あ、大丈夫だった。まあ指の減少終わったし、まあ普通にやってりゃいいか。ちょ、かゆく。やばい、指。待って。あ、待って、やばい、これ死ぬ？あっぶね。危ない危ない危ない。やってよ。もうこれ、もうおとなしく使うか。ダメだ、もう俺のパズル力で無理だわ、これ。もう俺のパズル力じゃ、まともに組みやしねえわ。やばいな、大丈夫か。おっとおっとおっと、あ、せいな、やっと変身できる。で、6回か。なるほど、やっぱドットキャラばっかりだね。もう絶対こいつあれじゃん、ボスあいつじゃん。もうわかるぞこのゲーム。まあまあ、やっぱチャレンジぐらいだったら、パンチローでも全然。待って。吸収してたのか、お前。今ここで倒すんだ。じゃあまあ、とりあえず、ここは、もう突破でいいかな。よし、じゃあもうここまで来たら、もう、ボスのキャラ行こうか。これドットバリキリだろ、どうせ。あ、まだだった。あー、お前らね。あ、これはもうこいつ使えばよくない？これ炭使って、ペコイノスケ使おう。さすがにワンパンできるよね。ちょっとこれでできる方はなかなか不安なんだけど。あ、やっちゃった。やってしまった。あ、よかった。よかった。よかった。まあチャレンジクラスだったら大丈夫だね。で、やっぱお前か。やっぱボスはお前なんだな。まあ多分お前も別にそんな大したことはないはずだから。ちょっと水も無効貫通組もうかと思ったけど、やっぱいいや。これで半分いって、何すんだっけ、遅延すんだっけこいつ確か。いや、 やっぱそうか。この知恵めんどいけど、ただどうだ、これなんかそのままいっちゃいそうじゃない。エーハないけど、どうだろう、倒せるかな。まあ泥鏡もそこそこあるし、多分いけんじゃないかな。あ、オッケー。あ、なんか一回で謎の死があったけど、まあまあ普通に勝てるね。いや、炭治郎絶対強いはずだよ。いや、もうね、俺もね、やっぱ炭治郎本当お世話になってるから、マジで。あの前の動画でさ、なんか日の三つは一面達成したとか言ったけど、あのね、日の三つは周回する時もね、ずっと炭治郎使ってたからさ。そう、やっぱこのさ、3コンボ加算が本当強いのよ。火の4消しっていうすごい簡単な条件で出せる。だからね、やっぱもうちょい強くなってほしい。はい、というわけで、じゃあ終わります。
バイバイ。